シャフルバラーズ、または、シャフルバラーズは、サーサーアンア・朝の将軍であり、後に三奪によって王となった人物。彼は、ホスロー二世の配下の軍司令官として歴史に登場し、後には、東ローマ帝国とサーサーアン朝の戦争における主要な将軍の一人として、さらに後には反逆者として、歴史上大きな役割を果たした。 サーサーアン・アサの敗戦とホスローに世死後の混乱の中で、シャフル・バラーズは、アルダシール3世を殺害して、王位を散脱し、そして即位の40日後に、別のサーサーアン・アサの貴族によって殺害された。彼の名前シャフル・バラーズは、実際には名誉称号であり、帝国のイノシシを意味する。イノシシは、ゾロアスター教の矢沙田、ワフラームに結びついた動物であり、 勝利の象徴であった。なお、シャフルバラーズの即位年、または死亡年を629年とする出典も存在するが、中東史研究者のパバーナ・プルシャリア・ティー・ア・マリア、ブロシューシウスの書籍をはじめ、多くの場合彼の即位、死亡は630年のこととされているため、本記事ではそれを前提として記述する。シャフルバラーズは中世ペルシア語のシャアと、ペルシア神話において、 勝利を象徴する、ウォーレスという語から作られた名前である。この語はシンペルシア語では、シャフルバラーズとなった。アルメニア語の資料では、彼はしばしば、コーリームという名で研究され、ラスミゼンという称号を持っている。この称号はまた、ラスミスデン、ラスミゼン、スミッサ、ローメイザーン、ルーミーザーン、ルンブーザーンという形でも記録されている。シャフルバラーズは、 サーサーアン・アサで大きな影響力を持った貴族、ミフラン家に属しており、アルダシールという名前の人物の息子であった。ご半生において、彼はサーサーアン・アサの軍隊に加わって高い地位に上り、そして南のスパーフベドに任命された。彼はサーサーアン・アサの王ホスロー二世の姉妹、マーロンと結婚し、彼らの間には、 シャープールと名付けられた男の子が一人誕生した。シャフルバラーズにはニケタスと呼ばれる別の息子もいた。彼がシャープールと同じ母親から生まれたかどうかはわからない。ホスロー2世は即位時にビザンツ皇帝マウリキウスに支援を受けた見返りとして591年にアルメニアの大部分とメソポタミア、そしてイベリア王国の西半分を ビザンツ帝国に譲渡していた。ビザンツ帝国でマウリティウスが殺害されると、ホスロー2世は、その報復を名目として602年にビザンツ帝国との先端を開いた。この戦争は両帝国の間で行われた戦争の中で最後、かつ最も破壊的なもので26年間にわたって続いた。シャフルバラーズは、この戦争の中で初めて記録に登場する。 ホスロー2世は、シャフルバラーズとや、シャーヒーンなどの将軍たちと共にダラとエデッサを604年に征服した。北方では591年の国境まで、ビザンツ帝国を後退させた。失われた領土を再征服した後、ホスロー2世は、戦場から引き上げ軍事作戦は将軍たちに引き継いだ。シャフルバラーズはこの将軍たちの一人であった。 610年、アルメニア人、ヘラクレオスは、ビザンツ皇帝フォーカスに対して反乱を起こして、これを殺害し、自ら、ビザンツ帝国の定位についた。ビザンツ皇帝となった後、彼は613年に、アンティオキアの近郊でサーサーアンアサに対する本格的な反撃の準備を行ったが、シャフルバラーズはこれを、決定的に打ち破り、ビザンツ軍に、 重大な損害を与えた。そしてこの都市を占領し、地中海にサーサーアンアサの海軍を展開可能とした。611年から624年にかけてのシリア、アナトリア、アルメニア、そしてメソポタミアにおける抗軍図。ビザンツ帝国軍がアンティオキア近郊で撃破された後、ヘラクレオスとテオドロスは将軍にケタスと共に彼らの軍勢を シリアで合流させたが、これもシャフルバラーズと彼の軍勢によって撃破された。そしてダマスカスが包囲占領され、多数のビザンツ兵が捕虜となった。さらにシャフルバラーズはビザンツ軍をオリアット近郊でも打ち破った。このことはクルアーンで言及されている。シャフルバラーズの経歴の中で最も重要な出来事は彼が サーサーン朝の軍隊をパレスチナへ向け、包囲戦の後にキリスト教徒の聖地エルサレムを占領したことである。エルサレム征服の後、彼は聖獣字家を戦利品として運び去った。618年、シャフルバラーズはホスロー2世にエジプト攻略を命ぜられ、619年にビザンツ領エジプトの首都アレクサンドリアを占領し、サーサーアン朝のものとした。 アレクサンドリア陥落の後、シャフルバラーズとその軍隊は、サーサーン・アサの支配地をナイル川に沿って、南に広げた。621年までに属州に安定した、サーサーン朝の支配が確立され、シャー・アラニョーゼンと呼ばれる人物が、エジプトの総督として赴任した。622年、ヘラクレイオスは、サーサーン・アサに対する反撃を、アナトリアで開始した。 シャフルバラーズはこれに対抗するために現地へ派遣されたが最終的に敗退した。ヘラクレオスは勝利の後カフカスアルバニアへと進みそこで越冬した。シャフルバラーズはシャーヒーン及びシャープラキンと共にヘラクレオスの軍勢を成長するためにホスロー2世によって派遣された。シャーヒーンはビザンツ軍を改装させることに成功した。 サーサーアン朝の将軍たちの間の嫉妬ゆえに、シャフルバラーズは勝利の栄光の分け前に預かるために、行軍を急がせた。ヘラクレオスは、ティグラのケルタで彼らに相対し、シャープラキンとシャーヒーンの軍勢を確保に撃破した。この勝利の後、ヘラクレオスは、アラス川を渡り、対岸の平野で野営した。シャーヒーンは自身とシャープラキンの残存兵力と共に、 ヘラクレオスへと向かうシャフルバラーズに合流したが、小宅地によって彼らの行軍速度は鈍った。アリオビットの地で、シャフルバラーズは彼の軍を分散させ、6000人の兵をヘラクレオスを待ち伏せるために送り、残りの部隊はアリオビットに留まらせた。ヘラクレオスは625年2月にサーサーン朝の主力キャンプに夜間奇襲を行いこれを破壊した。 シャフルバラーズは単身で逃亡を余儀なくされた。ヘラクレイオスはバンコの北で残りの冬を過ごした。625年、彼はユーフラテス川まで戦線を押し戻すことを試みた。7日間のうちにアララト山とアルザニアス川沿いの200マイルを迂回し、アミダとティグリス川上流の重要な要塞、マルティロポリスを占領した。ヘラクレイオスは シャフルバラーズを追撃してユーフラテス側へ進み続けた。アラブの資料によれば、彼はサチダマ、またはバトマン側で止まり、そこで敗北した。だが、ビザンツの資料では、この敗北は言及されていない。ヘラクレオスとシャフルバラーズの他の小規模な小ゼリアへは、アダナ近郊の西半側で発生した。シャフルバラーズは、軍団をビザンツ軍の対岸に駐留させた。 正反側には橋がかかっており、ビザンツ軍は直ちに突撃を行った。シャフレバラーズはビザンツ軍を復兵にかけるため偽装交代を行い、ビザンツ軍の前衛は間もなく壊滅した。だが、シャフレバラーズはその後の橋の防御を怠り、ヘラクレオスはサーサーン長軍の射撃した矢を無視して、後衛と共に川を越えて突撃し、戦いの流れを変えた。 シャフルバラーズは、ヘラクレオスに対する称賛をサーサーアンアサ側についていたギリシア人に、そなたの皇帝を見よ。彼は、やや槍に対して、金床が感じる程度の恐怖も感じていない。と語ったという。ソリスの戦いは、ビザンツ軍の成功した対却戦であり、その成功は、ヘラクレオスを商用する人々によって誇張された。戦いの後、 ビザンツ軍はトレビゾンドで越冬した。シャフルバラーズは少数の軍団と共にヘラクレオスの側面をすり抜けることに成功し、最短距離でボスポラス海峡を挟んでコンスタンティノープルの対岸にあるサーサーン朝の基地、カルケドンへ進んだ。ホスロー2世はコンスタンティノープルに対するヨーロッパ側とアジア側からの共同攻撃をアバール人のハーンと調整した。 シャフルバラーズの軍団はカルケドンに駐留し、アバール人はコンスタンティノープルのヨーロッパ側に展開してバレンス水道橋を破壊した。だが、ビザンツ海軍がボスポラス海峡の正海権を握っていたため、サーサーアンアサは軍勢をヨーロッパ側の同盟軍を支援するために送ることができなかった。工場戦に精通した。 サーサーン朝の軍団が都会できなかったことによって、包囲の有効性が低下した。さらに、サーサーアン朝とア,アバール人は、ボスポラス海峡の防御を抜けて、連絡を取ることが困難であった。ただし間違いなく両軍の間にはコミュニケーションが持たれていた。ビザンツ時代のコンスタンティノープル周辺の地図。8月7日、ボスポラス海峡を越えて、軍団を輸送していた。 サーサン朝のイカダの艦隊は、ビザンツ艦隊に包囲され破壊された。アバール人機関のスラブ人は、金閣湾を渡って、海側の城壁への攻撃を試み、アバール人の主力は、陸上の城壁を攻撃した。パトリシアン・ボーナスのガレー戦は、昇格攻撃によって、スラブ人の小舟を破壊し、8月6日から7日に、かけてのアバール人の陸上作戦もまた失敗した。 テオドロスがシャーヒーに対して決定的な勝利を収めたという知らせとともに、アバール人はバルカンの奥地へ撤退し、二度とコンスタンティノープルに脅威を及ぼすことはなくなった。シャフルバラーズの軍団はまだカルケドンに駐留していたにもかかわらず、コンスタンティノープルへの脅威は過ぎ去った。シャフルバラーズの失敗に失望したホスロー2世はサーサーアンアサの全軍の副司令官だった。 カードリガン将軍に書簡を携えた伝令を送った。その書簡は、カードリガンにシャフルバラーズを殺害し、軍隊をクテシフォンに撤退させることを命じていた。しかし、これを運んでいた伝令は、ガラティアでビザンツ兵に捕獲され、この手紙はコンスタンティヌス三世紀のもとに届けられた。そして彼はこの書簡をヘラクレオスに渡した。この手紙を読んだ後、 ヘラクレオスはコンスタンティノープルでの階段の席でシャフルバラーズにこれを見せることを提案した。シャフルバラーズはこの提案を受諾しコンスタンティノープルでヘラクレオスに面会した。そして書簡を読んだ後ヘラクレオス側に倶えした。シャフルバラーズはその後ホスロー2世が400人の将校を殺害しようとしていると書簡の内容を変更したが間違いなく カードリガンと残留中の軍隊は、ホスロー2世への忠誠を保った。シャフルバラーズは、ホスロー2世とヘラクレオスのどちらを支持するのかを、状況に応じて即座に決断できるように自分の軍勢を北部シリアへ移動させた。ホスロー2世の最も熟練した将軍を中立化させたことで、ヘラクレオスは、敵国の最も経験豊富な部隊を離脱させ、 イラン侵攻に先立ってその側面の安全を確保した。627年、ホスロー2世はシャフレバラーズへ手紙を送り、クテシホに彼の軍隊を送るように求めた。だが、シャフレバラーズはこれに従わず、アスリスターンに移動し、アーダシアッコラに野営した。ホスロー2世は、ファルフザードを交渉担当者として、彼の死体を送った。だが、ファルフザードは、 シャフルバラーズ側につき、ホスロー2世に対する陰謀を巡らせた。1年後、ビザンツ帝国との戦争とホスロー2世の抑圧的な政策に疲れていたサーサン朝の封建貴族たちは、父親によって投獄されていたホスロー2世の王子カワード2世を解放した。この貴族たちには、ミフラーン家を代表するシャフルバラーズ自身とスパーフベドのファルフ・フォルミズドと、 彼の二人の息子ロスタム・ファルフザードとファルフザードに代表されるアスパー・フバドケ、バグラトニケのバー・スタラッツォ2世に代表されるアルメニア人の一派、そして最後にキャンラングが含まれていた。2月、カワード2世はアスパード・グシュナ・ースプと共にクテシフォンを占領し、ホスロー2世を投獄した。その後2月25日に自らがサーサン朝の王であることを宣言し、 ペイローズ・ホスローの助けを借りて、彼の兄弟とイボ兄弟全員を処刑した。その中には、ホスロー二世が最も愛した息子、マルダーンシャーが含まれていた。三日後、カワード二世は、マイア・ホーモーズとに、自身の父親の処刑を命じた。サーサーアン・アサの貴族たちの指示を得て、カワード二世は、ビサンツ皇帝、ヘラクレオスと講和を結んだ。の条件は、 ビザンツ帝国が創出した領土すべての返還、及び捕虜の返還、賠償金の支払いとともに614年にエルサレムで旅客した聖獣寺家とその他の遺物を返還することであった。講和のための領土創出に続いて、貴族たちがサーサーン町内に独立的な王国を形成する、動きが激しくなり、国力を分散させた。さらにダムと運河が荒れ果て、 イラン西部地方での猛烈な薬病の流行の中で人口の半分が失われ、カワード2世も死亡した。アルダシール3世が彼の後を継いだ。サーサン朝時代のメソポタミアとその周辺の地図。カワード2世の死の後、ヘラクレオスはシャフルバラーズに次のような手紙を送った。630年4月27日、シャフルバラーズは6000人の兵を持って、 クテシフォンを包囲した。だが、占領することはできず、その後パージグ一派の首領で、アルダシール三世の父か、ワード二世の治世中に最小であった、ベイローズ・ホスローと同盟を結んだ。また、626年にシャフルバラーズの公認として、南のスパーフベドとなっていた、ノンター・ジャシュナズとも同盟を結んだ。シャフルバラーズは、この強力な権力を持つ二人の力を借りて、 クテシフォンを占領し、多くの貴族たちと共にアルダシール3世を処刑した。参加した貴族の中には、アルダシール3世の進化ミリアンペアアワー、アドハーガシュナスプも含まれていた。そしてシャフルバラーズは、サーサーアンアサの新たなシャアーとなり、彼の即位に反対した将軍、カードリガンを殺害した。ヘラクレオスはまたシャフルバラーズの息子で、キリスト教徒であった。 ニケタスを彼の後継者であると認めた。サーサーアン・アサの後継者がイラン人キリスト教徒であることはイランのキリスト教家の可能性を開くものであった。しばらく後、シャフルバラーズは前財務長官ヤスデンの息子、シャンタをマルガの教会で十字架に貼り付けにした。この処刑の理由は、この人物がホスロー2世紀の治世中に シャフルバラーズを侮辱したためであると伝えられている。即位から40日後の630年6月9日、シャフルバラーズは、式典の最中に、ファルフ・ホルミズドによる投げやりによって殺害された。彼はその後、ホスロー2世の娘ボーラ・アンド・フタの大井継承を支援した。シャフルバラーズは、ビザンツ帝国とサーサーアン朝の戦争と、その戦後の事件において、 重要な役割を果たした。彼のホスロー2世に対する反乱は、ビサンツ帝国にピュロスの勝利をもたらし、サーサーン・アサの内戦の原因となった。シャフル・バラーズの死後、彼の息子シャープールは、ボーラン・デュフトを退位させサーサーン長の王となった。だが彼は長く統治を続けることができず、すぐにサーサーン・アサの貴族たちに退位させられた。同じ時期に、 シャフルバラーズの息子、ニケタスは、ビザンツ帝国の進化となり、後のアラブ人とビザンツ帝国の戦争の最中のヤルムークの戦いで、ビザンツの将軍として登場する。ありがとうございます。